いつもご視聴ありがとうございます。今回は2月8月のロングカバー銘柄を見ていきましょう。動画の内容はこのようになっております。ロングカバーでプラスアルファを目指す、主に長期保有で内容が拡充されるもので、今月狙うべきものをお話ししていきます。8月に株主優待を取れる銘柄や、来年2月の回収を目指す銘柄もあります。当チャンネルでは3月、9月以外はロングカバー戦略を取り扱います。先日アップのこちらの動画もぜひご視聴ください。説明欄にリンクを貼っておきますね。それでは行きましょう。まずは定番です。ビッグカメラ。この銘柄は8月期に上乗せを取れる銘柄となります。ロングカバーの有効度は星5つ満点評価で、必ずやるべき銘柄です。昨年8月期にここにクロスした方は多いと思います。この2月の手順さえ間違えなければ8月に長期認定が可能となると思われるため、非常に重要な手順となります。昨年8月にクロスをしていない場合はここから目指す必要はありません。強いて言うならば、8月や来年2月に取ることを見据えてクロスする証券会社を選択するといいでしょう。基準日は昨年8月期にクロスした場合、2023年2月24日、2023年8月29日の両方で100株以上、同一証券会社でクロスをして記録させます。単元未満株を保有している場合、同一証券会社である必要はなくなる可能性はありますが、より確率を上げるのなら単元未満株プラス同一証券会社が理想です。ここの場合、実際に同一証券会社でクロスのみで長期認定をもらっていますので、間違いないかと思います。同一証券会社というのは、買いだけを持てば OK です。例えば、SMBC 日興証券で在庫を取って、SBI 証券で買い、この場合は前回が SBI 証券であった場合、SBI 証券で在庫を取って、SMBC 日興証券で買い、この場合は前回が SMBC 日興証券であった場合、買いさえ、証券会社を変えなければ、認められる確率は非常に高いです。この手順で記録させることで、8月にはプラス1000円、さらにもう1年繰り越すことで、以後プラス2000円が継続します。正しい手順で通過させることが大事ですね。何より株主優待をもらいながら、長期を目指せる、これは大きなメリットですよね。昨年8月にクロスした方は、絶対に押さえておくべき銘柄です。続きまして、ビッグカメラと同じ系列である小島です。ここは2月期の優待はありません。ロングカバーの有効性ですが、星4つ、余裕があればやるべき、と判断しました。ただ、これは昨年8月期にクロスした方限定です。基準日は、昨年8月期にクロスした場合、2023年2月24日、2023年8月29日に100株以上、同一証券会社でクロス取引、または一時保有で記録させます。昨年8月期にクロスをしていない場合は、やる必要は全くありません。2月期の優待はないため、やっても意味がありません。ここで問題となるのが、小島の記録方法ですね。記録方法について個人的な考えをお話ししますね。まず、一般信用クロスで記録させる方法ですが、おそらく在庫がほとんど出ていないと思われます。制度信用クロスで記録させる場合ですが、現状では受給面で問題はなさそうで、配当も無配ですのでそこまで大きなリスクにはならないと見ています。一時保有で記録、個人的にはこれが無傷で通過できるのではないか、と考えていて、制度クロスと変わらないリスクだと思っています。8月に行った証券会社を使って、買いだけ持って通過させます。ここは2月期に配当もないですし、優待もないので、ただの基準日でそこまで大きく動くことはないでしょう。決算発表も1月に終わったばかりですし、1週間ぐらい見ておけば出られるのではないかと個人的には思います。うまくいけば PTS、夜間取引で即処分できる可能性もあります。ただ、全体相場に影響を受けてしまうので、リスクはあります。いずれかの方法で、2月を通過させることで、ビッグカメラと同じ恩恵が受けられます。3回記録でプラス1000円、5回以上でプラス2000円ですね。
この2月ではビッグカメラと違って優待は回収できませんが、ここの場合株価も安いため利回りはかなり高いです。問題は8月の在庫確保になりますね。続いてクリデスです。ロングカバーの有効性は星3つ、優待内容は変わらない。この点は注意が必要です。小島やビッグカメラと異なりプラスアルファを取れるわけではないです。基準日です。ここから長期を目指す場合ですが、2023年2月24日、2023年8月29日、2024年2月27日、すべての基準日で400株以上、同一証券会社でクロス取引により記録させます。常に3回以上から長期となります。2月、8月は問いません。記録方法は、一般信用クロスのほか、在庫が取れなかった場合に足りない分だけ制度というのも有効です。一時保有での記録はそこまで有効性はなさそうに思います。昨年8月期に400株以上やっていた場合、2月24日、8月29日を400株以上で基準日を通過させることで長期となります。ここの注意点は、企業側ホームページにも記載がありますが、一度でも400株を下回っていれば、長期とはならないということです。例えば、200、400、400でもダメですし、400、400、200でもダメです。400を3回連続させなければいけません。優待内容を見ていきますと、200株までは100株あたり2000円の優待額で、等倍加算ですね。ただ、400株、600株では減額されています。1000株はさらに減額となります。これが1年以上の認定を受けることで、400株8000円相当、600株1万円相当になり、資金効率の上昇が望める反面、1年間は200株より利回りが落ちることと、1年経過後も内容が変化しているわけではないことには注意です。資金が豊富にあり、資金効率をより引き上げたい場合は、長期を取りに行く価値は高いですよ。他の銘柄も見ていきましょう。2月権利銘柄、順天堂です。必要資金は約5万9000円。1年以上継続保有で、クオカード1000円となります。ロングカバーの有効度は、星2つとしました。利回りは 1.7% から 4.2% となります。最大利回りは、一時保有で配当も回収した場合です。基準日は、2023年2月24日、8月29日、2024年2月27日、すべての基準日で、同一証券会社において、100株以上の記録が必要です。記録方法は、一時保有、または制度クロスとなるでしょうか。ビタ線の見解です。株数が少なく、一時保有なら配当15円の回収も可能ではあります。しかし、期末一括配当であり、配当落ちもきつそうで、無期保有になってしまう可能性も捨てきれません。制度で行くにしても、株数や受給的にもややリスクが高く、魅力は薄いでしょう。続いて、山沢です。ここは、8月の優待を狙う形となりますが、2月にも優待があり、年2回の回収が可能です。必要資金は14万円程度必要です。内容は、新米2キロ、お買い物優待券2000円、こちらは1750円の評価額で、非常にいいものなのですが、もらえるのは宮城県と山形県在住者のみとなっています。ロングカバーの有効度は星3つですが、宮城県、山形県在住の方なら価値はあります。利回りは 0.5% から 2.2% です。基準日は半年以上の継続保有となっており、2023年2月24日、8月29日で優待の回収が可能です。続けて、来年2月も記録させることで、2月分の回収も可能となります。ここは、非対借銘柄ですので、一時保有によって記録させる形になるでしょうか。ビタ線の見解です。株数が少なく、一時保有が基本の形となります。配当も取れるため、悪くはないのですが、居住地により格差が大きすぎます。山形県、宮城県在住の方以外は、リスクに合わないでしょう。システムインテグレータ、
こちらも8月期に優待を回収できる銘柄です。必要資金は8万5千円程度、ロングカバーの有効度は星2つとしました。内容は、新米1キロで485円と評価しました。利回りは 0.56% から 2.21%、上限は配当の回収を含む一時保有時のものです。基準日は2023年2月24日、8月29日に200株以上。ここは200株以上必要なので要注意です。同一証券会社でクロス取引または一時保有で記録させます。ビタ製の見解です。株数は少ないです。一時保有なら2月期に配当7円が回収可能です。新米1キロはおまけ程度でもあるため、実行価値としては微妙でしょうか。丸前です。8月期の回収を目指します。必要資金は18万円程度必要で、ややハードルが高いでしょうか。内容は、クオカード1000円で、利回りは 0.56% から 2.61% です。利回りの上限は配当の回収を含む、一時保有の場合です。ロングカバーの有効度は星3つ、必要資金に余裕があれば、と評価しました。基準日は、半年以上継続保有で、2023年2月24日、8月29日に100株以上、同一証券会社で、クロス取引、または一時保有にて記録させます。ビタ製の見解です。株数は少なめです。一時保有を取れば、配当18円が2月に回収可能ですが、無期になる可能性はあります。必要資金も大きく、腰を据えて待っていかなければならないでしょう。制度クロスも需給がかなり悪く見え、現状あまりいいようには思えませんね。その他、タビオやロコンドなどが来年2月の開始を目指すロングカバー候補として上がってきますが、いずれも記録方法に課題があります。一時保有を強いられる銘柄が多く、ロングカバーを行うほどの魅力は感じられません。2月、8月は無理にレア銘柄のロングカバーを目指すよりも、メジャー銘柄の長期拡充を狙う方が効率的と思います。今後も半期ベースでの長期保有を抜くロングカバーの調査を進めていきます。3月、9月期はロングカバーの必要がないので行いませんが、それ以外はさらなるパフォーマンスの向上につながるでしょう。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。